はい、じゃあ準備よろしいですか。はい、はい、じゃあお願いします。はい、グラフィックス以外の分野でのメタルの可能性について発表を行います。よろしくお願いします。ありがとうございます。簡単に自己紹介させてください。私はサンサン株式会社で主に法人向け名刺管理サービスサンサンの iOS アプリの開発を担当しています。先ほど私の一つ前に発表されてた方と先日まで一緒に仕事してました、はい、それでは本題に入ります。メタルは iOS や MacOS の GPU を使うためのフレームワークです。 GPU なので真っ先に思い浮かぶのが 3D グラフィックスではないでしょうか。ですがメタルは何も 3D グラフィックスだけで使えるようになっているわけではありません。本セッションではそんな 3D グラフィックス以外の用途でのメタルの可能性について考えてみました。 Apple が想定しているメタルの使い道とは一体何でしょうか。スライド上で紹介しているのはAPI リファレンスのメタルに関するドキュメントの冒頭を引用したものです。日本語訳すると GPU を使った高度な 3D レンダリングと並列処理と書かれています。この並列処理というのが 3D グラフィックス以外の用途の総称と考えることができ、 Apple としてもメタルは 3D グラフィックス以外の用途も想定していると言えるのではないでしょうか。具体的な使い道について話す前に GPU の特性について考えたいと思います。昨年の IOSDC で堤さんのセッションをご覧になった方には復習のような内容になりますが、1コアあたりの性能は CPU の方が高く、コア数については GPU の方が多いというのが重要なポイントになります。例えるならば CPU は乗車人数は少ないがスピードが速いスポーツカー、 GPU はスポーツカーよりは遅いが同時に多くの人を運ぶことができるバスのようなものです。このような GPU の特性がGPU は並列処理に向くと言われるゆえんです。 GPU の特性を踏まえた上で一般的に並列処理に恩恵がありそうな分野を列挙してみました。本セッションではこの中の画像処理にフォーカスして見ていきたいと思います。私は業務では OpenCV を扱っていたこともあって、以前から画像処理にメタルを用いることに着目していました。画像処理はコアイメージを使うことでメタルを知らなくても GPU の恩恵を受けることができますが、コアイメージがサポートしていない画像処理を実装する場合は OpenCV をはじめとするライブラリーを使うことになります。 OpenCV は言わずと知れた画像処理界では大変有名なライブラリーですが、 OpenCV には PC の GPU に最適化された処理は存在するものの、メタルにはまだ対応しておらず、現状 iOS 上で GPU の恩恵を受けられません。ではメタルを使うことで画像処理の性能が上がるのかどうかを検証するため、画像処理の処理時間を比較してみました。比較には OpenCV とメタルについてはメタルパフォーマンスシェーダーという Apple が用意してくれているメタルを使った画像処理や並列処理のライブラリを使用しました。検証で使用した画像は横幅が6000ピクセル弱ある非常に大きな画像です。比較に用いたのはこちら3種類の画像処理です。3番目については先に縮小をかけた上でぼかしをかけています。検証に使用したアプリはこちらのリポジトリにアップしました。また OpenCV は 3.4.2 を使用しています。後でツイッターで流します。それでは検証結果です。日課については OpenCV が速く、縮小についても OpenCV が少し速かったです。逆に縮小とぼかしを行う場合についてはメタルの方が速かったです。私自身のメタルの習熟度を考えると、どれもまだ速度面で改善の余地がありそうに思いますが、それ以上にメタルを使うと速くなるケースとそうでないケースが割とはっきりと見える結果になったのではないかと思います。というわけでまとめです。メタルを使えばどんな場合でも必ず速度がアップするわけではないことに注意してください。これは単純な並列処理であれば CPU コア単体の優位性を考えると、いくら GPU で並列化してもそもそも処理時間に差がつきにくいのはもちろんのこと、 GPU の場合は GPU が使うメモリへのコピーやCPU と GPU の間の通信に時間がかかるため、結果的にこれらのオーバーヘッドがそのまま CPU との速度差になっていると考えられます。一方で先ほどの例だと縮小プラスぼかし処理に関してはメタルの方が早かったことから、複数の画像処理を同時に行う場合などにおいてはメタルの恩恵を受けられそうです。いずれにせよこれから実装する処理が GPU での処理に向いているかどうかの見極めこそがメタルを使う上で最も大事な点ではないでしょうか。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いやですね、練習会に参加してくださったんでね、もうなるほどこうなったんだって思いましたね。はい、次は、これ言っていいのかな、
ピカは実装できる。オトキーさん。いないみたいですね、時代も。ということは、あれを言ってみたくなるな。ヘイ、ヘイ。ヘイ、なんとかに言ってみたくなるな。はい、お願いします。じゃあ先ほど紹介したんですけど、言って大丈夫かな。OK Google Swift でスマートスピーカーは実装できるという発表は今日はしません。で、というのも資料を作り始めた時にちょっとうちにアレクサスポットが届いて、あのタイトルがこう変わります。アレクサ、Swift でスマートスピーカーは実装できるというタイトルで発表させていただきます。よろしくお願いします。はい、自己紹介です。GitHub とか Twitter でもっと聞いて、GitHub と Twitter では元キーというアカウントで活動しています。で、メルカリで iOS エンジニアをしていて、iOS DC は2016、2017、2018とコアスタッフを3連続でやっています。で、先週発売された WebDB プラスで Android iOS アプリ設計特集を書いているので、ぜひよかったら読んでみてください。それでは本題に入ります。で、Alexa のまず仕組みについて説明します。で、Alexa ではスキルと呼ばれる、まあ、アプリみたいなものが4つぐらい、まあ、種類であるんですけど、それがこのカスタムスキル、スマートホームスキル、フラッシュブリーフィングスキル、ビデオスキルです。で、今日説明するのはこのカスタムスキルについて説明します。このスキルは他の3つには当てはまらないものがこれに該当します。で、スキルを作る際に必要なものがこうずらっと並んでます。呼び出し名、インテント、サンプル、スロット、アセット、あとエンドポイントですね。で、このハイライトされている部分が、まあ、実装するときに必要になるドメイン知識になります。で、僕は今開発しているこうビールの豆知識を教えてくれるスキルを例に解説してみます。で、インテントっていうのは、まあ、Alexa が音声を解釈してオブジェクト化したものと考えればよいと思うんですが、この名前をドクタービアとしています。で、スキル、呼び出し名ですね。呼び出し名がビール博士で、その次にサンプル発話が続きます。で、そのサンプル発話には、スロットと呼ばれる変数のようなものが設定できます。まあ、これを Alexa のコンソールから設定するという仕組みになってます。で、最後に Alexa が変換したそのインテントを処理するエンドポイントを定義します。で、ここを Swift を書こうというのがこの LT の目的です。で、簡単に図にするとこのようになります。 Alexa デバイスが音声を受け取って、 Alexa サービスが音声を解釈してエンテントに変換して、それをラムダで処理して Alexa デバイスでフィードバックを得るという形です。ラムダはサーバーレスでコードを実行するだけの環境を提供してくれる AWS のサービスですね。で、ラムダ側ではこのように、Tell me beer という関数を作成して、そのトリガーとして Alexa を設定します。で、 AWS は別で Alexa Developer Console というのがあるので、ここでも設定を行います。で、関数名とスキルの紐付けをここで行います。で、仕組みが分かったところで、ようやく本題です。で、この図を見ると、あそこのラムダの部分ですね、あそこでこう Swift を書けばいい。みんなも書きたくないですか？そしたらもう Alexa のスキル作るんですよ。ありがとうございます。しかしですね、AWS がラムダがサポートする言語は何ですか？Node.js、Python、Java、C シャープ、Go で記述されたコードがサポートされていますということで、残念ながら Swift をサポートされてないんですね。で、まあ、なんとかする方法はありますと。で、これは Lambda でこう Swift を使う方法を説明します。で、今回は Node.js から Swift を呼び出します。で、まあ、一応なんかそういうライブラリがあるんで、僕ちょっとこの資料1週間前に作り始めたんですけど、あ、これちょっと最初から作ってても間に合わないなと思ってライブラリを使うことにしました。で、まあ、これ使うとスクリプト叩いてラムダでこう設定可能な ZIP ファイルを生成してくれるんですね。で、まあ、アプリケーションの方は皆さん慣れ親しんでる Swift で書けば OK になります。で、ちょっと、よいしょ、あ、しまった。で、簡単にデモをするんですけど、このハンドルインテントっていうので、基本的には処理を行います。で、この下の方に、まあ、皆さん今バドワイザー飲んでると思うんですけど、それがピルスナーと呼ばれる種類になります。で、これをケースとして追加します。諦めます。すみません、まあ、スクリプト実行すると ZIP ファイルが生成されるんですけど、それ と、ラムダの関数を紐付けます。
でこれがあの Alexa デベロッパーコンソールから、シミュレーターでテスト可能になります。で例えば、再生されるかな、あれ少々お待ちください。あ、出た出た、出てるか、すみません、ちょっとこれ自負なんですけど、まあこんな感じでレスポンスが返ってくるというふうになってます。すみません、ちょっと中途半端で。ということで皆さん、ツイフトに参加しましょう。はい、ありがとうございました。まあこうデモはうまくいかないとか、コンパイルはうまくいかないとか、まあいろいろありますよね。はい、まあカンファレンスも大概そうですよね。コメントが足りなくなるとかね。はい、次です。ドロイド会議 2018 iOS アップのアップル審査が通るまで、ポニファーさんお願いします。じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあ始めさせていただきます。ドロイド会議 2018iOS アプリの Apple 審査が通るまでというタイトルでコニファーが発表させていただきます。2018年2月7日の木曜日に僕の人生初の iOS アプリとして公開したものの話です。ありがとうございます。実はドロイド会議開催の当日でギリギリに間に合ったものなんですね。で申請から承認まで8日間かかっていて、ちょっと長いですよね。今後もしかしたらですね、 Android 関連の iOS アプリをリリースする人がいるかもしれないので、今日は審査が通るまでのことを時系列順でお話ししたいなと思っています。まず1月31日木曜日、残り8日です。で初のサブミットですね。で無事に翌日初リジェクトです。で何が書かれていたかといいますと、 Android って文字を入れちゃダメと、全部消してやり直しと言われて、でドキュメントを読んだんですけれども、じゃあドロイド会議って文字はいいのかという疑問が湧きまして、ドロイド会議は同盟の法人が運営するカンファレンス名だから変えなくていいですかという質問を投げたんですが、返事が返ってきまして、君オーナーじゃないよねと言われて、ダメですと言われました。でついでにアイコンもアンドロイドのキャラクターになってるからちゃんと直せという釘を刺されまして、アイコンに関してはですね、もう角を取ればドロイド君じゃないので、もうこれでいいだろうと。でもう一つの方、ドロイド会議の使用許可どうしようと思い始めて、いろいろ聞いてみたところ、何やら承諾書というのを提出すればいいということを言われて、で日高さんというあのドロイド会議のオーナーの方からも、社員が手元にあるからクイックに対応できますと言われて、あ、社員が手元にあるなんてあるんだと思いながら残り7日の段階でですね、2度目のサブミットをさせていただいて、あ、もうこれは勝ったなと思ったところ、しかしここからが本番でした。2月の3日土曜日の残りの5日のタイミングでサブミットから31時間経ってインレビューになったんですけれども、12時間経ったけどアップルの裁きが来ないと、でさらに24時間経っても音沙汰がなくて、問い合わせても返答がなかったです。で不安だけが募っていって、残り67時間になったところで、で同僚からですね、特急申請を出してみたらと言われまして、あ、そういうのもあるのかと思って、タイムセンシティブイベントというので初めての特急申請を出しました。ドロイド会議前なのに特急申請を出しました。でそこで残り54時間になりまして、アップルから返信があったんですが、何やら結構長く返ってきたところを訳してみると、まあ、遅れてごめんと、急ぎなのは分かったんだけどもう少し待ってねと言われて、あ、つまりまあ待つしかないんだなと思いました。でそうこうしているうちに残り2日を切って43時間になりまして、もうこれ無理だから自分で配布しちゃおうと思ったんですね。でスポンサーにデプロイゲートさんがいらっしゃって、でデプロイゲートさんの協力を得ながらですね、デプロイゲート最高だなと思いながら、残り34時間のタイミングでデプロイゲートで配布しました。こんな感じですね。でそこからですね、10時間経ってやっぱりアップルはまだ起きてくれてなくて、でさらに9時間経過したところで、まあ、最後のあがきとしてですね、もう2回目の特急申請を出したれと思って、何度か言ってるけどドロイド会議は明日で、明日に間に合わせたいんだぞと、今日中に終わるんですかみたいなことを送ったんですが、さらに11時間音沙汰がないと。でもう残り8時間になって、前日の夜の2時なんですね。なんで前日の夜の2時に起きてたのかっていうのは、まあ、今回は置いといて、あのもうダメだ間に合わないと完全に諦めていたその時に、突如アップルから連絡が来まして、ようやく公開されたと。
なんとですね、ドロイド会議開催まで残り8時間のタイミングで奇跡的に審査が通りました。まあ、このタイミングで僕もいろいろあったんですけれど もう今や感謝の心で満たされてアップルありがとうという感じで、とにかく無事にリリースできてよかったです。でさらにですね、Android しか作れない半人前と妻に言われていたんですけれども、もうこれで iOS アプリをリリースできたことでそう言われることもなくなりました。そして今この場に立っているという感じです。IOSDC 結構楽しくてとてもいいイベントだったので、逆にドロイド会議ももし興味があれば、来年の2月にお越しいただければと思います。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやドキドキしますね。でもなんかツンデレってやつですかね。終わりよければ全てをしてきたのもありますよね、若干ね。はい、次です。インドのインターネット環境との戦い方、高浜健一さんですかね。はい、よろしくお願いします。はい、お待たせいたしました。辰浜と申します。インドのインターネットワーク環境の、戦い方について説明させていただきますが、映ってないですね。あー、映りました。続けます。続かない。はい、サンサン株式会社というところから来ました。心が綺麗な方にも見えていない。はい、このまま続行するんですかね、わかんないですけど、どうします、行きましょう。来ますか。はい、あ、ごめんごめん、分かった。はい、今すごいこう、いや、そういうもんなんですよ。映るようにね、するのはね。これアダプター変えてみます。変えましょうか。優しい、優しい。じゃあ甘やかしかな。なんか、はい、洗礼ですね。はい、ありがとうございます。そしてパワポが死ぬという。心の目で見る LD もちょっと見たかったな。はい、今も見えますか、心の目で。薄ぼんやりと見えますよね。薄ぼんやりと見えますか。はい、8って書いてあります。8って書いて、はい、右上に書いて、左上にありますと思います。またそういうことを。はい、パワポが死んじゃったので PDF の方でいきます。お、フォールバック素晴らしい。はい、フォールバックをやってるんですけど、これで全画面を、ありがとうございます。じゃあ再開します。お願いします。はい、インドのインターネット環境との戦い方について辰浜がお話しさせていただきます。これ勝手にめくられるのかな。はい、はい、三三の辰浜と申します。徳島で働いてます。 GDG 四国やって、おーやばい、行きます。こんなとこで働いてます。いいとこですね。いいオフィスでしょう。来たい人、来たい人、来たい人、来たい、はい、はい、これに来てください。ありがとうございます。いや、このペースで本当に終わるか分かんないんですけど、インドの話やっていきます。インドの展開を8はやってます。日本で動いてるんで英訳当てたらいけるっしょと思ってたんですけど、そうはいきませんでした。何がダメか、実際足を運びました。2週間。で、ランチ60円って表参道って考えたらやばいですよね。で、かつ2人で行ったんですけど、この人置いてきました。で7月も行きました。こんな感じで、まあ、本題に入ります。こんなプラン出てます。びっくりですよね。でもっとびっくり、240円で、そう、やばいです、やばいです。で Google もめっちゃ押してます。もう爆増してるん
んですが世界で一番遅いと言われています。どういうこと？いい質問ですね。こういうことなんです。半径数百メートルしかカバーできない弱い電波のアンテナ数立ててみんなで取り合ってます。そうで重たいアプリそもそもダウンロードされません。初期動線コンバージョンレートの前にダウンロードされるかどうかっていうところが問題です。無料アプリでも100メガあったら実質有料と言われてます。ギガが足りないとかゆとりです。でもう自分もびっくりしたんですけどサーバーのレスポンス必ず返ってくると思ってんのって言われてゆとりでした。もうやばいです。でインドの iPhone 事情シェア 1% しかないです。で真面目な話現地でいろいろアプリ触ってみました。ちゃんと動くんですね。ツイッターポストしたら即画面して通信終了待ってないんです。ツイート直後プログレス出してまだ投稿完了してないけど出てます UI に。で LINE これ動画進まないまあいいやこれねオフラインにしてピッと押してもう一回オンラインに戻ったら勝手に再送信されます。ユーザーに再送信させることないというのが言いたかったことです。皆さん心の上で見てください。で、画像の読み込みも4段階ぐらいでインスタ行われてました。ちゃんと考慮されてました。であとニューレリックモバイルでいろいろ分析できます。こんなんとか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 もう尺が分かんなくなってヒヤヒヤなんですよ今、はい、でその他ツール、ネットワークリンクコンディショナーとか使ってました。で昨日のセッションでもあったチャールズっていうのも使っています。あとはこれ知らない方多いかもしれないですけど格安 SIM でめっちゃ安いです。300円、300円で常に速度 200kbps が上限というもうアプリ開発者用かのような SIM が売ってました。契約して使ってます。本当にいろんなものかまさなくってもいろんなアプリ触れるので個人的におすすめですと言ったら本家のアカウントからLIKEがつきました。はい、毎日インド思い出せますね。そうなんでこんなことする必要あるかっていうと徳島県こんなに煽ってます。東京にここ Wi-Fi 飛んでるらしいです、ね、恵まれたゆとりで育ってるのでこんなことをしてます。まあ、真面目な話戻って、バイナリサイズとかいろいろ削減しました。何したかっていうと画像軽くしました。オプティマイズしたりアップシニング使ったり。アップシニング知ってる人ちらほら。じゃあちょっとやります。時間余ってるんで、アップスライシングを使うとアット 3X でしたっけ、なんか高画質用、中画質用、低画質用とか全部入りなのを本当にいる端末にだけ吉野に配信してくるので軽くなりますとか。画像の送受信サイズ、通信もいろいろ軽くしました。 JPEG だったのを WebP にしたりとかベース64マルチパートとか。であとは通信結果を待たない UX に変更しています。まあ、ツイートじゃないですけど画像の送信のところをもうピッて投げて画面変えて遅れたかのように見せておいて裏で送るっていうのを Android では実装しています。 iOS まだやってません。心の目で許してください。で、通信に失敗してもオンラインになったら自動リトライ、さっきの皆さん見ていただいた LINE のスタンプの送信みたいなやつです。これスイフト級というライブラリ使うといけそうなことが分かりました。まだ実装中です。で日々日々インドに向けて頑張ってます。まとめます。バイナリ軽くしましょうっていう話、通信結果待っちゃダメとかツール活用する話でした。ありがとうございます。あとちょっと残ってそうなのでこれぜひ遊びに来てください。こんなとこでやります。宿こんなとこです。待ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いや見事でしたね。フォールバックからのすごい上手。岸川さんのアダプターはい、次です。ウェブソケットによるビデオ通話、武田光康介様、すいません康介様です。はい、たまってきちゃった。武田康介さんお願いします。はい、じゃあお願いします。はい、皆さんこんにちは。ウェブソケットによるビデオ通話っていう議題で話させてもらいます。まず、ビデオ通話って聞いて、普通は WebRTC で実装するのが多いと思うんですけど、今回そういうことはしません。なので、WebRTC 詳しい人だと、シグナリングサーバーっていうのをウェブソケットで実装する過程があると思うんですけど、
それとは全く別で、もう完全に Web ソケットで、実装するっていう話を今回はします。で、ですので力技でやるので結構バッドパターンが多く含まれている可能性があるんですが、ご容赦ください。で、今回その実装を何でしたかっていうことなんですけど、経緯は、まあ、ハッカソン的な場所でチャットアプリケーションを作ってたんですね。で、よせばいいのに、おまけ機能としてビデオ通話機能が欲しくなっちゃったんです。しかも5日前だった。で、まあ、ビデオ通話にはデバイス間の双方向通信が必要になるわけで、まあ、普通 WebRTC で実装すると。しかし、結構サーバーの準備とか必要になって、時間的に間に合わないなと思って、そこで、まあ、チャットアプリケーションを作ってたんで、Web ソケットサーバーは動いてたわけです。これ使えるんじゃねってことで、Web ソケットでバイナリーデータの通信ができるので、まあ、AV キャプチャーセッション、AV ファンデーションの、カメラからの映像でバイナリーデータの受信が可能なので、これを組み合わせればいけるんじゃねということで、強行しました。で、まあ、Web ソケットの説明なんですけど、まあ、とりあえず双方向通信だということですね。で、今回、その重要になるのは、普通の Web ソケットのテキストの通信じゃなくて、バイナリーデータの通信を行います。で実装は Node.js とか Go でできると。で、iOS で WebSocket の実装をしようとすると、基本的にそのライブラリを使うことになるとは思うんですが、まあ、メジャーなところで StarScream とかだったり、Socket.io のクライアントを使うと思います。で、まあ、低レイヤーの実装として、まあ、StarScream とか Core Foundation を使ってたりして、で、WWDC で発表されてた iOS12 から network.framework で、ソケット間通信ができるので、頑張れば実装できると思います。で、今回は StarScream を使って実装しました。で、手順なんですけど、まあ、AV キャプチャーセッションから受け取った、まあ、ピクセルバッファーの情報を、データに変換して、で、その Web ソケットをデータ、音を送っちゃいます。で、受信で受け取ったら UI イメージに変換してイメージビューでイメージ入れ替えて表示しちゃうということです。で、実際のコードなんですが、まあ、こんな感じで、上の方が、キャプチャーセッションの初期化で、下の方が Web ソケットの初期化です。結構簡単にできます。で、送信でここめっちゃ長くて見にくいとは思うんですが、まあ変換してるだけです。上から、ピクセルバッファー取得して CG イメージに変換して、で最後 UI イメージからデータに変換して、最後のソケット .light で、Web ソケットに流す。で受信は簡単でもうその来たデータをイメージに変換してイメージビューに引っ付けるっていうことです。これで終わりです。簡単ですね。で、まあ、問題点があったんですけど、AV キャプチャービデオのアウトプットを選ぶんですけど、ビデオデータで音声データは含まれていませんので別に取る必要があったんですよ。で、Web ソケットは、バイナリーデータは普通に送れるんですけど、なんか付加情報みたいな HTML とか HTTP みたいに付加情報をつけることができないので自分でそのエンコード、デコードで実装するか、まあ、単純にオーディオとビデオを別々のコネクションつけて、2つ貼ってやれば実装ができます。で、これを応用するとグループ通話も可能になって、コネクションを複数できるので、まあ、一人一人コネクションを貼っちゃって、で、受信を待てば、グループ通話を実際作ったのが、で、まあ、こうやって動いて分かると思います。で、ちょっと、まあ、見てれば分かると思うんですけど。はい、ありがとうございました。惜しい。見たかった。ありがとうございました。はい、ですね、2ブロック目、最後の LT は、小さく始める端末管理ということで、たけし伊原さん、お願いします。
から時間カウントダウンが始まるやつあるらしいんですよ。怖いですね。いきますか。はい、お願いします。はい、小さく始める端末管理というタイトルでエリティをさせていただきます。ちょっと後ろの人見えないかもしれないんですけど、あのタイトルだけです、小さいの。話はちゃんと、でも話もちょっとちっちゃいんで、それぞれの環境に依存する話になっちゃうんで、参考になる方は少ないかもしれないですけど、小話程度に聞いてください。それではよろしくお願いいたします。はい、今回端末管理というワードがタイトルに入っていますが、具体的にはモバイルアプリの挙動のチェックに使う iOS 端末をメインに話していきます。開発しているアプリをさまざまな OS や解像度で正常に動いていることを確認するために、個人や会社で複数の端末を所有していると思います。端末を借りようとする際に、例えば借りようとしてた端末がないとか、端末の OS バージョンが上がっててこの OS じゃないよみたいなことって、まあ、結構あるかなって思います。この問題を解決するためにいくつかの方法を考えました。で、今回の ISDC のセッションでもいくつかありましたが、MDM と呼ばれる、サービスがあります。これは複数の端末を一元的に管理するための仕組みです。これを用いることで OS のアップデートを制限する、手動ではできるんですけど自動のやつは制限できたりとか、端末情報なども遠隔で分かったりします。ただ MDM が今回、基本的な弊社では基本的な挙動チェックは QA チームに依頼して、開発側で管理したいデバイスはそこまで数が多くなかったので、 MDM だとセットアップのコストが高かったりって感じで一旦見送りました。はい、次はもっと簡易的な仕組みで管理する方を考えてみました。まず、ジラーなどのサービスを用いて各デバイスに対応するチケットを用意します。そのチケットには OS バージョンや端末情報を記載して、借りるときにチケットを貸し出し中ステータスに変えて、まあ、誰が借りたかというものを可視化するというものです。ただまあこれ分かってると思いますけど、まあ、この方法は採用しませんでした。まず健全に運営されるかっていうのがすごい難しくて、まあ、基本的に借りた人に依存しちゃう。で、借りようと思ってたら実はなかったりとか、ちゃんと返されないっていうことがまあ考えられたので、運営するのが厳しいと言ってやめました。はい、最終的にはまあこれうちのお話なんですけど、スラックボットプラス、転がってた Mac mini を用いて管理する方法を採用しました。これはボットに問い合わせると各端末の名前、OS、デバイス情報、接続情報が表示されるというものです。コネクテッドが現在 Mac mini につながって、つまり貸し出し可能な US 端末です。ディスコネクテッドが現在 Mac mini につながってないので、まあ、誰かに借りられているという端末です。はい、なぜこの方法にしたかというと、社内に、さっきの話なんですけど、社内に実機で UI テストするための Mac mini があったので、それを活用しました。実質もう僕が占有している2台目のパソコンみたいな感じになってます。はい、いろいろ と、端末管理の方法を考えていくうちにいくつかのことに気づいて、最初はまあ誰が借りたかっていう情報も取りたいなと思ったんですけど、実際は借りれるかどうかを知りたいってことが、まあ、僕のモチベーションとしてあったので、シンプルに今貸し出しされているかどうかというだけの情報を管理することにしました。借りてる人を知りたかったら、まあ、それ全員がいるスラックで誰借りてますかって聞けばいいなと思います。で、 OS バージョンが勝手に上がってしまう問題ですが、これは例えば iOS 10の端末でデバッグしたいときに iOS 10の端末だっていう思って取りに行くからフラストレーションがたまるんであって、リアルタイムに OS のバージョンが取れれば、あ、 iOS 10の端末は今この2台かっていうのが正確に分かるので、そのフラストレーションはなくなると思います。そして一番いいとことして、この検証端末を借りる人にこの新しい管理方法みたいなのを強制せずに、またこのボットを使っても使わなくてもいいんですよね。このボットを使って端末の情報を取りたい人は取ればいいし、まあ、行って確認したい人は確認するっていうことで、かなりこう、まあ、小さく始めれたかなと思ってます。はい、最後まとめです。さまざまな解決策を検討することで実際の問題点を認識できて、かなり小さく始めれたかなと思ってます。つい技術を使って解決するのが楽しくて、例えば社員証で認証して6個かけるみたいな仕組みも考えたんですけど、ちょっとまあやりすぎかなと思ったので、今回かなり考えて実現できたかなと思ってます。ただまあ今回 Mac mini の話もそうですけど、それぞれの環境に合った管理方法があると思うので、問題点をまず洗い直すってところから始めても良いかもしれません。この会場の人だと SwiftPM での CLI ツール作りがメジャーだと思いますが、今回のボットは Go で CLI ツールを作ったので、もし SwiftPM に飽きたらこちらも試してみると楽しいかと思います。あともう少し時間があれば、発表にもあったマイクロ MDM などの無料 MDM サービスも試してみようかなと思ってます。最後に自己紹介ですが、井原武史と申します。ちょうど昨日から9月1日から ABEMATV にジョインさせていただきました。
ってことで今回は前職の話です。以上になります。発表ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ですね、以上で第2幕が終了でございます。今